皆さん、こんにちは。松武道美幸です。えー、ご存知のようにあの、来年1月の共産党大会に向けて、あのこの2月に除名されましたけれども、その再審査を求めて活動しております。あのご理解、ご,ご協力、よろしくお,、ね、お願いいたします。それで、あの先日まで3回ほど、あの共産党の今、規約、民主集中性という問題についてお話をしております。 あの規約に述べられている範囲でのですね、これ前もお見せしましたけども、まあ、民主集中制の5つの原則って、あのー、この範囲ではあのー、私は異論がないんですね、その解釈みたいなところではいろいろ議論がありますけれども、まあ、それであのこの4項目目にある。 分派を作らないっていう規定についてお話をさせていただきましたが、ちょっとそれを見た方からですね、実はあの、レーニンの、あの、分派禁止って、あの、ロシア共産党の第10回大会で決まったことなんですけれども、あの、それをめぐっていろいろ教えていただくことがあったので、まあ、関連してちょっと私も、 ここにある、レーニンと文化という問題についてですね、ま、まあ私自身が、あの、この間いろいろと考えたことについて、えー、3回ほどお話しできればなと思います。あの、今日はですね、あまあ、ここに、あの <laughs>、見えないと思いますけども、あの、ロシア革命は文化が容認されていた共産党が成し遂げたと。 といいううテーマでお話をしたいと思うんですよそれでよくあの党中央の幹部の方々がですね最近あの分派は禁止だっていうことを強調する際にですねその,この分派の禁止条項がないとまあ日本共産党はあのこの厳しいあのいろいろマスコミも発達して。 反動勢力、反共勢力から攻撃されるような条件のもとで、まあ、革命を成し遂げることができないんだと。その革命政党として必要なんだということを強調するわけですよね。 あの、そういう、こう、路線が明確に打ち出された。あの、革命政党という言葉が久しぶりに出てきた、共産党の第8回中央委員会総会がありますけども、そこでも、あの、こう言っています。ここに、あの、引用しておりますけども、社会進歩の事業を前進させるためには、この間、私たちが身をもって体験しているように、支配勢力による激しい攻撃や、妨害を打ち破ることが避けて通れません。 行動の統一がでで、きなないバラバララどうして攻撃や妨害を打ち破り社会進歩の事業を進めることができるでしょうか我が党が規約に党内に派閥分派は作らないと明記しているのも社会進歩の事業を進める上で行動の統一がいかに重要かを 自らの歴史的体験を通じて学び取ったからに他なりません。ということをまあ C さんが会議で報告されて、採決をされております。まあ、要するにそういう革命の事業を成功させるためには、この厳しい階級闘争が戦われている日本において、分派は作らないということが大事なんだということを強調しておられる。 それで、まあ似たようなことがですね、1980年代の初めに、あの、不破さんが、あの、田口福土さんという名古屋大学の政治学の教授だった方と、田口不破論争という非常に有名な論争がありました。共産党の民主集中性とか分派っていう問題をめぐって議論された時もですね、あの、不破さんはですね、この、 この厳しい革命の事業を日本で行うという見地に立って問題を考えるべきだと。だから、あの、分派は作るべきではないんだということをおっしゃって。それで、その革命の事業を、こう、成功させる上で分派が、禁止されなければならないっていうのは。あの、レーニンが、ロシア革命の中で、こう、実践したことだろうと。 いうことをですね、まあ、レーニンの、まあ、いろんな文献を引いて、えー、まあ、論証したというか、そういうことを論じられました。まあ、その概要をですね、その、ここに書いているわけですけども、まあ、その、 ロシアの共産党、まあ名称はいろいろ変わりましたから、あれですけども共産党で統一しますけども、まあ結成した当時は別にその民主集中制みたいなことは言っておりませんでしたあー。まあしかし同時にその共産党の中にいろんな潮流があって、 まあ、最後は、あのね、有名ですけども、自分た、例に自分たちのことはボルシェビキと多数派と。で、それとは別に、まあ、メンシェビキっていうものがいて、まあ、いろんな路線上の問題でも議論があったんですよね。で、それで世界の共産党も似たようないろんな傾向があって、まあ、不破さんは、まあ、そういう、その時期には、そういう考え方の違うものがぶつかり合ってやっていくって、 えーまあ、だから分派みたいなのが存在して、それが正しいあ,のあり方だったかもしれないけれども、まあ、ロシア革命に際して、まあ、共産党の中でね、それではいけないんだということで、まあ、レーニンがですね、 あの、を禁止するようになったということを、ま、いろいろと、あの、いろんな文献を通じて述べられました。で、しかし、あの、大事な、非常に大事なことは、あの、ロシア共産党が、分派を禁止したというふうに言えるのは、あのロシア共産党第10回大会なんですけれども、 まあこの不破さんもですね、第10回党大会の報告ではということで、ね、いろんな党内に傾向が、変更が現れたときに、それをこう成長させないためにも、分派の禁止はダメなんだ、あ分派の禁止すべきなんだということを、10回大会で、 報告したということを強調しているんですけれども、しかし大事なことは何かというと、ロシア共産党第10回大会って、まあ、この前週で、ま、あそこに全員前週が並んでおりますけれども、前週でいうと第32巻に出ていきます。で、そのロシア共産党第10回大会というのはですね、えー、じゃあいつ開かれたかというと、ここに、えー、 出てまいりますけども、ロシア共産党第10回大会っていうのは19、1921、う、年、ん、3月の8日から16日なんですね。で、ご存知のように、あの、ロシア革命っていうのは19、1917、う、年、ん、に達成されております。だから、分派が禁止されたのは、その4年後のことなんですね。 で、ロシア革命っていうのは、まだロシア共産党の中に、ボルシェビキと言われる人もいれば、メンシェビキっていう言われる人もいた。で、メンシェビキの中でも、ま、革命の直前にですね、もうこんな共産党はもう存続しても仕方がないよ、みたいな、いわゆる怪盗派メンシェビキっていうのがメンシェビキの中に現れましたけども、その怪盗派メンシェビキはもう、もうだって党はいらないっていうわけですから、 党からら出てももうけれどもしかしあの党の持派のメンシェ引きは引き続き共産党の中にとどまったわけですよね、まあ、だから、まあ、日本共産党は現在あの日本の革命の条件が厳しいから分派は必要だっていうふうに強調しているわけですけれどもロシア共産党が ねえ、直面していた革命の条件って、今の日本とは比べ物にならないわけじゃないですか。だって、ロシアはまだ当時は、あの、ツアーリーですね、皇帝の、ま、先制支配下にあった。で、ロシア共産党は非合法の党で、ええーね、ね連絡を取り合うっていうこと自体が、なかなか難しい状況にあった。まあ、レーニンは、 あスイスとかそういうところにこの亡命をせざるを得ないような状況の下でも分派は禁止せずに党内にメンシェビキっていう潮流をあのー、抱えながら革命を成功させたわけです。 で、まあだから分派が禁止っていうのは、もうその革命が終わった後、これは、あの、次の会議でもお話しすることになると思いますけども、革命が成功させた後、まあ内戦が起こり、外国からの干渉、日本もシベリアね、干渉ってありましたけども、まあ政権がもう存立しないよっていう特殊な状況の下で、あの、導き出された概念なんですよね。まあだから、 ま、ここまでね、ええー、中央がおっしゃるんだったら、ぜひ党中を、まあ、いろんな立派な論客がおられるので、うん、ぜひ赤旗に書いていただいたのは、ロシアではなんで分派が、を抱えたまま革命を成功させたのに、日本の共産党はこの日本の革命は分派がそれほどまで厳密にですね、禁止されなければ日本の革命はできないのかって、その、 ロシアではできたことがなぜ日本ではできないのかっていうことをぜひ解明していただきたいなっていうふうに思います。で、次回は、あの、先ほど言いましたけども、まあ、文っていう、こう禁止したその事情、革命後に禁止した事情に入っていきたいと思います。ぜひ引き続きチャンネル登録の上、えー、ご視聴いただければ幸いです。よろしくお願いします。